ちょうど歯をきれいにさせていただく方です。はい、はい、今回はですね、上下見える範囲の歯すべての施術をさせていただきます。お悩みの原因としては、上の前歯が歯がデコボコ感出ている感じがある、そして安泰でくださいね。下の歯並びはかなり入り組んで複雑な状況になってますね。今回はここの範囲、そして上はこの範囲の全部で16本、そして15本の歯を並べていって、ガラッと印象を変えてみます。そうですね、横の斜めから見てみましょう。はい、はい、噛んでみてくださいね。じゃあ正面も取っておきます。はい、上下の歯を美しくさせていただいた方です。はい、はい、上下15本の歯の施術をさせていただきました。歯並びの、ね、不調があった方だったんですけども、その悩みをしっかりと改善させていただきました。見える範囲の歯の施術をさせていただいたので、このような形でね、白さ、そして透明感、艶感などね、ふんだんに盛り込んだ見える範囲の美しい前歯にすることができました。だからとね、しっかり大きく印象を変えていくことができたのではないでしょうか。